それではですね、第3版の、9月7日第1日目のデビューの方を開始させていただきます。本日ですね、この第3版の、会場運営を担当させていただく広津と高林と申します。よろしくお願いいたします。またですね、本日ですね、静岡県立大学と静岡産業大学の学生さんにですね、ボランティアとして参加をいただいております。今日一日よろしくお願いします。それではここからの進行につきましては、伊藤コーディネーターにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それでは3班の事業レビューをこれから開始いたします。すでに時間をしていますので、10分以上になりますので、早速始めたいと思います。今日の流れにつきましては、もう県民教科書の方も一度確認いただいていると思いますが、まずは施策の説明を10分程度していただいて、その後に、各事業の議論をいただきたいと思います。お手元の冊子の96ページからになります。まずはこの施策名、誰もが暮らしやすい社会の仕組みという、こういうところで、この施策の説明についてご担当をお願いいたします。それでは説明いたします。暮らし環境部政策官の川島でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はじめに、今回ご審議いただきます施策の概要につきまして、お手元にお配りいたしました説明資料に従って説明させていただきます。施策の概要の説明後、事業レビューの対象となります4事業につきまして、各事業の担当官、担当課長より説明をいたします。施策名は、誰もが暮らしやすい社会の仕組みづくりでございます。この施策は県政運営の基本方針であります総合計画における9本の大柱の施策のうち、和を尊重する暮らしの形成を実現するための中柱の施策として位置づけられるものでございます。県民が心豊かで質の高い生活を送るためには、生活と自然の融合により人、物、社会の調和を尊重した暮らしを形成し、それを次代に継承していくことが必要でございます。その中において本施策の誰もが暮らしやすい社会の仕組みづくりは、暮らしを支える多様な主体が活躍する暮らしやすい社会の仕組みづくりを進めるものであります。価値観の多様化や核家族化、地域における人と人とのつながりの希薄化などにより、社会全体の活力や暮らしやすさの低下が懸念される一方、社会のために役立ちたいと思う人も増えており、地域の人々と助け合いながら各自の自立を促す社会の仕組みを作ることが重要と考えております。本施策では資料中段にもございます通り、NPO や地域コミュニティの活動を支援し、地域における協働を推進するための環境整備に努めるとともに、すべての人が個性と能力を発揮して活躍できる暮らしやすい社会づくりを進め、合わせて人権尊重意識の定着を図ることを目的として定め、これらの仕組みづくりを進めるため、資料下の表になりますけれども、さまざまな視点から取り組んでいるところでございます。まず小柱各個一の多様な主体による共同の促進におきましては、多様な主体によるサービスが提供される豊かな社会を目指し、地域を支える NPO 等への支援を行うとともに、共同の推進を図るため、NPO 法人等の認証、認定、および指導監督の実施や、共同推進のための人材養成講座等の開催、また、富士六に NPO 活動センターを通じた個別コンサルタントや企業の支援交流などに取り組んでおります。次に、
5柱括弧2の地域コミュニティの強化においては、住民が参加しやすい地域コミュニティの環境づくりに取り組み、地域コミュニティの活性化を図り、住民自らによる地域の活力向上や地域課題の解決に向けた主体的な活動を推進するため、地域コミュニティの活動拠点となる施設の整備への支援や活動地域活動を牽引するリーダー等の養成などに取り組んでおります。また小柱括弧さんのユニバーサルデザインの推進におきましては、すべての人が自由に活動し、住む人も訪れる人も心温まる社会を実現し、ユニバーサルデザインを取り入れたまちづくりなどを推進するため、副知事を筆頭に、各部局長で構成される推進本部や外部有識者等で構成される推進委員会などを通じて、全庁的にユニバーサルデザイン行動計画を推進し、また実践講座の開催や出前講座等による子どもたちへのユニバーサルデザイン教育の実施などにより、ユニバーサルデザインの普及と実践支援に取り組んでいるところでございます。小柱括弧4の男女共同参画の推進においては、男女が性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会づくりを進めるため、男女共同参画センターアザレアを推進拠点として、町内関係部局、市、町、県域の民間団体で構成する静岡男女共同参画推進会議や、ワークライフバランスの推進、女性の登用拡大に取り組むことを宣言した事業所、団体との連携協働によりまして、第2次県男女共同参画基本計画を総合的に推進しております。また今回の事業レビューの対象ではないため記載してございませんが、県民の一人一人がお互いの人権を尊重し、誰もが人間らしく幸せにしていくことができる、幸せに暮らしていくことができる社会を実現するため、人権啓発センターにおける講演会等の開催やマスメディア等の活用により、人権教育、人権啓発の推進にも取り組んでおり、これらの施策それぞれが誰もが暮らしやすい社会の仕組みづくりを推進するため、大きな役割、目標を持って取り組んでいるところでございます。事業調書98ページをお開きください。それぞれの小柱施策の数値目標に対する達成状況についてでございますが、括弧1の多様な主体による共同の促進は、平成25年度目標の NPO 法人の事業費200億円に対し、現状値187億円と目標設定時の想定以上に推移しておりまして、目標達成が見込まれる P プラスとなっております。 NPO 法人の事業費は順調に伸びておりますが、東日本大震災からの復興支援など NPO の活躍の場も多く、 NPO 法人の事業拡大の要因となったと考えております。今後も NPO の信頼性を高め、県民や企業、学校などと連携した活動が継続できる組織基盤を支援してまいりたいと考えております。次に括弧2の地域コミュニティの強化については、県民の地域活動への参加状況 83% の目標に対しまして、現状値 75.5% と目標達成に向けて、より一層の推進が必要となる指標価となっております。東日本大震災を契機に地域コミュニティの重要性が再認識されておりますが、指標の数値はやや減少しておりますことから、市町等との連携によりまして、住民が参加しやすい環境づくりに一層取り組む必要があると考えております。また括弧さんのユニバーサルデザインの推進につきましては、誰もが暮らしやすい街づくりが進んでいると感じる
県民の割合 90% の目標に対しまして、現状値 71.5% と同じく、より一層の推進が必要となる市となっております。福祉のまちづくり条例に定める、基準に適合した公共施設の整備や、主要な駅周辺のバリアフリー化など、ユニバーサルデザインを取り入れたまちづくりは、着実に充実が図られておりますけれども、指標の数値には伸び悩みが見られますことから、企業や団体、県民の皆さんの実践的な取り組みを支援、促進するための取り組みを一層進める必要がある、なふうに考えております。最後に、括弧4の男女共同参画の推進につきましては、個性や能力を発揮できる機会が男女で差がないと思う県民の割合 50% の目標に対し、現状値 26.7% と、基準値からの前進があるものの、目標設定時の想定より低水準である B- となっております。指標の数値は増加傾向にありますけれども、目標値との隔たりが大きいことから、男女の意識の格差や年代による意識の違い等に留意した改革に向けた取り組みなど、実態面での進展に向けたさらなる取り組みを進めていく必要があると考えております。これらの施策のうち、今回レビューにお諮りする各事業の選定につきましては、暮らし環境部が主体となる3本の小柱の施策から1事業ずつと、経営管理部が主体となる小柱の施策であります地域コミュニティの強化から1事業を選定し、それぞれの施策について委員の皆様方や評価者の方々からご意見を賜りたいと考えました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。それでは引き続いて一つ目の事業になります。 NPO 推進事業費の説明に入っていきたいと思いますので、今ご説明ありましたように 96-97 ページにですね、今回今日一日議論する全体像が出ておりますが、誰もが暮らしやすい社会の仕組みづくりという一番大きな目標の中で主に取り組まれているのはここに出ています。全部で10事業あります。で、今日は1日でこの10事業のうち4つの事業を取り出して、実際にやられている事業が、小柱というふうに鈴木先生呼んでおります。この施策の方向ですね、それに対して効果があるかどうかということを議論していくというところで、まず先にそれを